どうも、やめなさい、払んじゃダメだよ。やな、ね、青いジャンパーの若いお姉さんが絡んでる、暑いからこの邪魔来てんのって言ってね、絡んでる人がいたから、俺がやめなさいって注意したんだよ。性欲ざらからやめろ、そういうこと書くのは。なあ、ポンちゃんだってさ、ね、人間が恋、人に恋しちゃっていいだろ別に。そういうさ、ね、ポンちゃんの恋愛をバカにすんなよ。だからどんなもんかちょっと様子見ます。遅かったかな、人がすごい。いや、上向けるともう今ね、ニコニコが厳しい。回線悪いかもしれん。なんだか人が多すぎるもんだって。人が多すぎて、子供埋めましゅかとか知らない、そういうことさ、別にさ、みんなにも言うけどね、ポンちゃんだって一人のね、人間なんだぞ。恋愛だってしたっていいじゃん別に。おかしいことでしょか、それは。ハラミ袋を探してる、そういうね、根も葉もないこと言っちゃダメですよ、うん、うわ、人すごいな。ちょっと動けない、あまりに人がね、もう進まないもん、行列。今階段にいるけど、あー、通行人のめくらってるかもしれない。通行来てくらってるかもしれない。あれ始まった、これどれお金使うんだっけ、これ車站的周边啊。嗯。哎，台下是抢叫。日本有吗？三社祭りってさ、確か1312年から始まったさ祭りだと聞いてたんだけど、
それで今のツイッター乗ったらお前ぶっ殺されたんですよ。さすがにあのみこし乗って1億円つってもやらないと。今からねダッシュしてここから飛び降りてマリオみたいにジャンプしてあそこのみこしに乗ったら1億円つっても多分俺やらないと思う。あとさ感謝なんかいないよ。普通のなんか楽しいのこの選択肢男しかいない女ってないよ。女は知ってませんみんな楽しそう楽しそうこれ日本独自のものだよ。とりあえずね、あのさずっとコメントでさポンちゃんポンちゃんって書かれてるけど、あの詳しくちょっと分かんないんですけど、何があったんですかポンちゃんに対して、うん、俺それがすごい、あの今ポンちゃん不安定なんだからやめてマジで、もういじるのまたね、なんかそのね、何もないでしょ、うん、出産できるお体 ですか。別にさ映画なの、うん、それを聞いたってことね、うん、祭り俺の中では今でね、あなるほどねって思ってもう終わった、ごめんなさい、俺の中ではあこういう感じなんだと思って、うん、三社祭りなんかもうちょっとさね、もっと怖い感じかなと思ったけど、全然なんか大人たちが楽しそうにみこし担いでただけだったから、うん、もう終わりでしょ、だってヤクザにとっていない、うん、俺つかあの屋台が見たい、屋台とか逆に、うん、屋台見たい、どんなの売ってんだろうと思って、サメ釣りとかさお化け屋敷とかなんかそういうのがくじ引きとかしたいなと思ってたんだけど、だって祭り見たってみんな面白くないでしょ、うん、今祭り見たって面白くないでしょって言ったら、ハッピーを着たね3人の大人たちにじろりとですね鋭い眼光で睨まれたんで失礼いたしました。まあね、地元の人にとってはやっぱり最高の祭りなんだろうな、うん、祭りなんて面白くないでしょって言った瞬間に着物を着たね、ハッピー着た人たちに怒られちゃった。怖いな。いや俺屋台見たいだけ。でも江戸三大祭りの一つなんだってね、三社祭りって本当に1300年から続く、もう700年以上毎年やってたんだってこのお祭りを。ああ、うん、だらけですよ、うん、そういえばさ、またツイッターで回ってきたけど、ゾックンがお店で盗撮して逃げたって本当なの？俺それ聞いて今度は誘拐の次は盗撮かと思ってさ、びっくりしちゃいましたけど、無断でなんかあのガールズバーか何かを盗撮したって聞いたんだけど、なんとかしろって聞いたけど、俺になんとかしろって言われてもしょう分かんないよそれ。あいつはガチと、ポンちゃんからもあいつはヤバいっしょでしょって言ってめっちゃ言われた。ほんでブロックしたんだって。だからあのポンちゃんからあいつはヤバいでしょ、何も変わらないって言われて、
ブロックしてたからどんな人間なんだろうと。ゾックンはガチ、これ何だ、バリケードが張られてる、何すんだろうな、バリケード張って。这个比较大条的。啊，对，外星的多。歩道歩くようにお願いします。啊，歩いちゃダメって。这个是连续三天。どうせ君らはね、小舟の配信見て、小舟がイメージチェンジするとか言ったもんだから、どんな風に変わるんだろうって言ってね、うっすらと期待してんでしょ？このロリコンジジイ。いや、あいつは逃げたからもう無理。あ、もうこれいっぱい来てますね。あれもう場所が。あとここ。はい、ごめんなさいね。ここ走ってもらってください。警察も大変だよな、これ。警察官も大変だよ。こんなことやって。いや、俺はハッピーもらえない。俺地元の人にしかハッピー配れないでしょ。雨だ雨だ。なんでこんないっぱい人集まってる。皆さん、氷の真ん中で立ち止まらないようにお願いします。本日、大勢の方がいらっしゃいます。氷の真ん中では立ち止まらないようにお願いします。うわ、雨、めっちゃ雨降ってきてますから。これから、なんか、ハッピーを着たね、人たちが、なんか、やるそうです。でもね、入れ墨した人、一人もいませんよ。なんかもっとさ、モンモン入れたそのコアモテ風のアウトローがいっぱいいるかなと思ったけど、一人もいません。はい、一人もいませんね。どこにいるの、誰もいないよ。そんな、なんか俺が思ってたよりもなんか優しい。うん、もうちょっとなんかあのみこしを全力ダッシュで、ね、走って街中を駆け抜けると思ったけど、そんなこともなく、普通の状態です。もうちょっと、あまり変な道入ったってちょっとしまっ、はい、これ8匹来た人しか入っちゃいけないとかじゃないよ。歩道でご覧ください。歩道へお上がりください。横断については信号に。うわ、これ浅草のね、あの提灯があるところ、提灯。すごい人が集まってる。一般の方、簡単の方は歩道へお上がりください。歩道へお上がりください。
信号が赤です、歩道へお上がりください。歩道へお上がりください。車道では判断できません。歩道へお願いします。歩道にお願いします三社祭りの、あれがつかめたと思いますかね。俺ちょっと屋台見たかったんですよ、それよりも。どんな屋台が出てるかっていうの方が気になったから、今年の2024年の屋台、こっちの方が気になったから。うわ、雨降ってきちゃった雨降ってきちゃった。めちゃくちゃ可愛いワンちゃん、トイプードルですね。トイプードル、トイプードル、かわいいですね。俺も犬飼おうかな、タコスみたいに。みんな犬飼いたがるじゃん。でもさ、あれって癒し効果があるから、タコス。ほぼほぼ外人が多い、街はきらめく、サソニーですよ、これ。見てこれ、もう三社祭り肉袋600円だって、人形焼き。本当に今ですけど、多いですよ。だって昔300円もっと安かったけど、今値上がりしたね、やっぱり物価の向上のために。いや、すごい人だな、インバウンドかな。もう進めないよ、完全に進めなくなっちゃった。あと雨降ってきちゃってさ、いや痴漢っていうかスリが怖い、盗撮とスリがちょっと怖いから俺カバン前にしておこう。こういうとこね、スリと痴漢と盗撮がオンパレードだから気をつけてね、みんなも。動けないもん、スリと痴漢と盗撮が本当にオンコースつけるから。特に目のやり場に困る女性陣が多いから、暑くなってきて、だからね、これはポンちゃんもね、ハラミ袋になりますよ。全部あるか、すごいよこれ、すげえよ。これはもう止まりませんよ。ありがとうと思ったら、私が待たれてるパターンが
¿Qué es lo que está nublando? Ah, con su agua. Buena vida. なんか知らんやつに、なんか声かけられたけど、俺テレビで見てる。なんだっけ、うわ、何か分かりないやつ。ハローエブリバディ、マイネーム、ハロー、フロム From USA. Oh, USA, yeah. Detroit. Yeah, Detroit. From Detroit, yes. Oh, Detroit. Japanese comedian. Okay. Oh! Konnichiwa, konnichiwa. Yeah. You are Nico Nico Namafoso internet comedian. I am a... Oh, it's a comedian. Ah, comedian. Yes. You are? I am from Detroit. Detroit. I should probably put my camera on. Yeah. Okay. How long did we do this for? Oh, he's a racist. He's a racist. Mickey Mouse. Sony. Yeah. This guy is a porn actor. Oh, I'm a porn star. Okay. Have you seen my video? Have you seen the video? Have you seen me with the long stroke? Okay. Mm. All right. Ha ha ha. Fuck you. Wow. Okay. Mickey. Oh no. The N word. Ah. Oh, we gotta do better than the N word, y'all. The better than the N word. The N word doesn't affect us. This guy's a porn. I am not a porn star. Mm. Are you a porn star? They're talking about me, porn star. Yeah. Me porn. They said a porn? No. Not porn. Not porn star. They just saying that because I have a big penis. That's probably why. Porter. Okay. Wow, man, you got a lot of streams going on. He is a superstar. This guy is dangerous. I love you too. I'm not a gay porn star, but shout out to the LGBT community for real. Okay. Damn. I am laying. I'm not a baby killer. The N-word, we gotta do better than the N-word, you all. No, not the N-word. I'm definitely straight. Not a baby killer. I haven't had an abortion. My girlfriend? No girlfriend. I'm not xenophobic. This is super cool. That's cool. You present Angkor Wat seal. Yes. Door. Kira kira premium seal. Thanks for all. Okay. You present. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Bye. 俺のことをなんかあのなんかあのスターだと思ったらしくて、さっきからなんかムービースターって言ってたから、俺のことをなんか映画のなんかスターだとあの黒人さん勘違いしてた。ポルノスターって書いてあったの？誰が書いてあったの？ポルノハブとか俺出たこと一回もないんだけど、勝手に誰かが出されたことあったけど一回もないよ。誰が書いたの？英語で書いてるから俺さ理解できねえんだけどさ、やめろよ本当にさ、英語でさそうやって日本の俺のことをさ、なんか俺敵に褒められてるかと思って、すごいあのさっきの陽気な黒人がさ喜んでたのにさ、やめてください、その名誉をね著しく毀損する行為は。でも外国人って明るいね、なんかさ、あの日本人だともうやめてくださいよだけど、外国人だとさすごくあの陽気に、でも暗黒シールあげたよ、喜んでた、オフって言って暗黒シールあげた。あの人もだからワオって言ってたんですよね。白い髪の毛、野良真子さん、野良真子さんのもう VTuber かそりまくっちゃって、もう目も当てられなくなっちゃって、もうかわいそうだった、なんかキャプチャー画面送られてきたけど、もう野良真子さんのその VTuber がほどほどに飽きられちゃって、あのもう今200人以下になってんだ。もうね、起死回生できないレベルまで落ちちゃって、はい、ビッグニードと同じアベレージだった。もうね、まあしょうがないよ、だって正体です、正体が分かったら、あれって正体分からないからさ、まださ、ね、幻想を抱いてたのに、最初から正体バレてるのに誰がさ応援するんだって話じゃん。
戦略ミスだ。あ、そいつの話すいません、王の方がそれじゃあ、そいつの名前出さないでください、そいつの名前はうちではもう出禁です。もうね、加藤純一が高田健志に接するぐらいの関係だと思ってください、もう関わりたくないです。普通に関わりたくないです、そのレベルです。そう、すぐね、通報してくるような人間と関わってる何のね、あれもないから。あとさ、昨日さ、ごめんなさい、ちょっと配信はせんかったけど、よっさんの誕生日会っていうのが ありまして、まあ野田とポンちゃんが配信してたんですけど、そうしたらちょっとね、事件というかね、もうこりゃあかんわっていうことが起きちゃって、彼さ、よっさんね、今回主人公じゃないですか、誕生日会の、ベロンベロンに酔っちゃって大暴れしやがってね、せっかく来てくれるお客さんに対して、もうお前帰れこの野郎とか言ったり、なこのやりまんがとかって叫んだりしてさ、もうねシーンとなっちゃって、ダンサーの人とかいっぱいいたのに、でコップは割れるし、酒はこぼれるわ、でね、みんなから金取ろうとするの、お前1万円払えよとか言って、もうね恐喝のヤクザですよあいつ。俺からもね、ウーバーイーツやってる 俺からすら1万円をね、最初5000円出したら、ポンちゃん以下なんですかとかおられちゃってさ、ね、緑さんってもしかしてポンちゃん以下なんですかとか言われて、でカチンときたから、小船場以下ですよって、1万5000円払った、小船場検討以下ですよって言われたもんだから、まあ1万円渡したんだ。で誕生日会に来た人に全員からお金とかギフトとか5万円とかもらって、でお金を出さんかったやつにはね、お前何しに来たの、帰れよね、帰らんかった、お前が帰らんかったら俺が帰るわとか言ってさ、席立って本当に帰ろうとしやがってさ、本当に暴れん坊将軍で、気づいたらもう空席がポツポツ目立って、だいたい帰っちゃった、だいたい野田とかポンちゃんとか、あとね、よっさんファミリーと呼ばれる手下以外はみんな帰っちゃって、俺も頭痛くて漫画喫茶で寝ちゃったけど、飲みすぎだわ昨日マジで。昨日マジで浅草寺の方に行けよ、さっき行ったじゃん、あっちの方ね、あここん慣れ合いがしてんかったよもう。まあそんなね、今日の小舟の話題だから、小舟はなんかイメージチェンジしますとか言って、でウナはバンされたらしい、バンだっけ、ようわからん。え、なんでバンされたか知らない、よくわかんないですよ。でも大体1日バンなんですよね女の子は、知らない、女の子あんまり見ない、ただ話題に合ってる人は見る、チクラに上がってる人は見て、今日珍しくポンちゃんがチクラに上がってて何やってんのかなと思ったら、暴露されたんでしょって言ってすげー切れてた。でよく見たらなんか、まあこれはね別に他人のね、そのプライベートな恋愛部分に関しては俺はいいとも悪いとも言わんけどな、ね、基本的に暴露するのは良くないと思います僕はね、たとえそのね、その本人の許可なく暴露をね、妊娠できる体でしゅか、だからそれはポン聞きたかったんだから別にね、いいんじゃないそこは、冗談で聞いたんでしょ、だってそれは別にね、これってセクハラなんですか、まあ、セクハラって、まあ本人相手が捉えたらセクハラですけど、でも本人はそういう風に思ってなかったら、のんでり沼とんでもない、あとんでもないレベルのセクハラなんだ、まあそんな、でもさ、その本質が分かんないじゃん、なんでポンちゃんはその質問したかというその本質を捉えないと、ね、よくないと思いますよ。どうしてそういうこと聞いたんだろう、とろみ劇でとろみさんじゃない、子供が欲しいから、まあねポンちゃんもねずっとね、なんか
子孫残したいということもありますから。うわここすごいな、見てください。これ路上でね、昼間からみんながね酒盛りしてます。はい、あとなんかどうぞ。ハッピーした人たちは基本的に怖いです。なんかもうオーラが違う。ここら辺みんな、なんか上野のさ街みたいに外で路上で飲んでますね。いや祭り見たけど、祭り見たから大体分かったよ。でもう終わり終盤みたい、今日が最終日だったみたいで、朝の6時半から何かそのやってたみたいな。いや外人しかいません。基本的にインバウンド効果でだいたい外国人が浅草に集結して今日祭りということでみんな見てる感じです。祭り見オープニングで見たよ。一番の、うわ。あっち。ここやっぱ社長の真ん中だ。ソフトバンクです。僕は。ソフトバンクですけど、あんま強くないですね。誰がそんなことするか。なんで俺がさ街行く女性の人にさ出産できる体ですかってさ聞き回らなきゃいけないんだよ。そんなことしたらよ、この配信も A 番食らうわ。セクハラ行為で。今世の中セクハラに厳しいからね、言っとくけど、めちゃんこ。セクハラに厳しい世の中にそんなことができるわけねえだろ。あとこっちでも祭りやってますね。あっつ、サダ？俺も一瞬サダさんがいるかなと思ったけど別人だったわ。どん一瞬サダさんがいるかなと俺もね目をこすったら全然違う人でした。俺もさださんが蘇ってくれるのはドラゴンボールを世界中から集めるよ。ここっす。あ、カメラ撮影禁止って書かれてる。え、なんでダメだ。撮影禁止って書かれてる。浅草ロック座でなんかやってるわ。なんかみんな浅草ロック座で、え、なんでこの浅草ロック座にみんな入ってるの。終わっちゃいました。
落として、うん、いいよ。ダメって言っぱいなかった。あ、めっちゃでかい。これが、みこしですね。ロックダウンの差し入れだったのかな。差し入れ配ってたんだ。去年が遅いのか、去年が、うん、それを第二次に私たちが入ってた。行動だからね。近くに行ってもらった方がいいよね。もし変わる。これ最後、一周で終わりますんで、止めないように。だいぶ押されるんですけど、だいぶ押されるんですけど、でもね、ちょっと見てると元気になるよね。なんかこう掛け声が多分ね、ネットでは伝わらんと思うけど、生でこういうなんか野球場に来てる感じになって、野球で中日が応援歌をね、ライト側で弾いてる、そんな気分。中日弱くなったな、急に4連敗ですよ。中ドラ、しかもさ、接戦でここに行かなきゃいけないなと思ってるんだけど、やっぱりね、うん、なんか地元の人が集まってこうやって一つになってねやるっていうのはいいことだと思いますよ。観客、いや、いい人もいる、うんうん、あの人が多すぎてちょっとね、電波の取り合っちゃってごめんなさい。人が多すぎて電波の取り合いになっちゃって、でもね、昔の方がやばかったって聞いたから。だって今誰一人なんよ、なんか入れ墨出してなんかこれ見ようがしに出してる人とか全然いない、うん、全然もう隠す。今時代が時代だから、そういうのがあると、ね、やっぱりねダメって言われるんだと思う。だからもうみんな隠してます。いや俺は入れ墨入れる気ないですよ、はい、うん、俺は悪いけど、まあ、入れてる人がもし聞いたら申し訳ないですけど、俺は入れたくない。理由はお風呂に入れなくなるし、うん、
痛いか痛いの嫌いだから、ね、だって別に浮田さんの悪じゃんか言えないよ。いやあれはもうね自分に主張があってやってんでしょ。浮田さんはね顔に入れてるってことはそれなりのポリシーがあるんだよ、うん、自分の世界があるんだからそこをね俺は否定はしませんよ。ウリタは毎日祭りしてくるんですよ。だから祭りするイコール入れ墨入れてるわけないんだから、そういうのやめなさいよ本当だ。明らかにそのねえ太郎さん、太郎さんどっち行けばいいんだろう。はいはい、あとなんかちょっと帰る、怖いから帰る。いいんだよ別に、怖いからちょっと帰りますね。おったんだらけとか言われても俺困るんですけど、つるっぱげの人イコールスキンヘッドイコールおったんっていうさ、ニコニコ生放送の人間にしかわからないネタ書かないでもらっていいですか。みんな おったんあれはもうねいいんですよ。でもこんなでっかい祭り初めて来た俺、こんな大きい祭り。なんか俺の地元にあるさ瀬戸物祭りよりもでかいなと思って、うん、愛知県瀬戸市にある瀬戸物祭りよりも規模がでかいし来場者数が桁違いだわ。クラブもならない。だってそこら中でみこし背負っとるんだよ。そこら中でみこし背負ってでやってる。いや今日という今日だけは警察官ももう目をつぶってくれてます。なんか始まるの。うわ。みんな、あ、太鼓。あ、でもこれ、子供たちが、あ、これお子さんたち用の、子供たち用の、あれもあります。有名な浅草ザロックってところですね。あの浅草キッドとかそういう人たちがやってたところです。芸人さんがよくやってます。芸人さんがよくやってます、はい、いや行かない俺 見たくないよ、うん。ストリップなんか言い方あるけど別に見たところでさ、はい、うちらの夢を熱い300円で熱いもう電波はあのねひどいんだよここら辺。竹槍持った人がいるんだけど。竹槍持った日本兵がいるんですよ。そうだ、あのねちょっと祭りに全く関係ないかもしれませんけど、
来週の土曜日大阪行きますんで、大阪ライブ行きますんで、ヌナップ、ね、これ子供、お子さんがいるからやめてたのかな。ちょっと場所移動します、場所移動します。いや、これはね、非常に申し訳ないですけど、人が多いと電波食い合うの、分かる？電波って限られてるから、あんまり人が多いとその電波をみんなで食い合っちゃって足りなくなっちゃうんですよ、振り分けてるから。人が増えてきちゃって、すみません。人が増えてきちゃった、すみません。移動しますだから。思いっきし。あと暑いからちょっと喉乾いて。ません、ね、厳密に言えば、はい、お荷物を紹介いたします。今の手伝いは少しお待ちください。あー、ダメだ、人が増えてる。すいません、電波がもう全くダメなんで。
歩離れて帰りたいなと思います。このまま、はい、こいつ何しに来たん。いや別に俺がじゃあ何しに来たって、祭り見に来た、三社祭りっての見たことないから祭り見に来ただけじゃん。どれだろう。あそこだ。でもあ暑い、そうだね、暑すぎる。これさ落ちないから油だね。すいません、ちょっと暑すぎて、あのなんかちょっと飲んでいいですか？何飲もうかな。いや電波悪いですここ。ちょっと飲み物を。あゆ800円でした。800円でした。800円はちょっと買えない。どんだけやでてもしょうがねえだろ俺は。もうね、場所も悪かったし、大体分かったんで僕は。三者三振とはこのこと。どんなダジャレだよ。三者祭りで三者三振とか言われても、あ、金魚釣りすごいわ。でも俺金魚飼えないんだな。金魚やりたいんだけどさ、金魚飼う場所がないから。いや、やりたいけど飼えないんだって。やりたいけど殺しちゃうじゃん。もう言い方悪いけど俺残酷なこと言うけど殺しちゃうじゃん絶対に。動物飼っても暑い。本当何してんの。いや見に来た、普通にマジで、あの普通に三社祭りを
見に来ちゃっただけ、うん、ただ中身が面白くないのは俺のせいです。配信が、ね、祭りは面白いと思うけど、この配信が面白くないのは僕の腕が、あのちょっとね、今日はあの言い訳じゃないけど人が多いのと暑いのとあのムシムシしてる。見てこの天気、この曇り空、風一つない天気でムシムシしてて、まあ、5打数2安打ぐらいのクソ成績ですよ、はい、言っちゃ悪いけど5打数2安打のね、ボンダですね、これは、うん、マルチヒットすら打てないわ、すいません、うん、これじゃあただね、祭りに来たねエッチな格好した外国人を盗撮に来たと思われても仕方ないような、スマホ、全くダメですね、こんなに電波が入らなかったらね、おこですよ、激おこプンプンですよ、こんなに電波が入らないなんて聞いたらさ、皆さんにいいところのかけらも見せられないじゃん、これじゃ、ね、みんなにね、本当はもっといいっていう部分を見せたいのに、やっぱニコニコのね、であのサーバーが悪すぎるわ、ニコニコのサーバーがやっぱり劣化してる、今回全くダメだもん、電波がこんなに入らんとさ、さすがのね俺でもあの何も取れ高がないわ、これじゃあ、スイッチやる、あ、スイッチやろうってみようか、あ、それいいかもな、スイッチでやったらもしかしたら入るかもしれんから、ちょっとスイッチで、まあ、バンされるかもしれんけど、まあ、即バンかもしれんけど、ちょっと試してみようかな、ちょっともうあまり電波が悪すぎて困ってるんで、ちょっとあの、はい、スイッチします一回、誘導じゃない、ごめんなさい、スイッチじゃない、ね、他サイトじゃなくて、通報しないでください、スイッチでやるじゃなくて、あのね、ちょっと、考えて別のところで、誘導したくないんで、誘導はするとバン、でも最近誘導バンってあんまり聞かなくない、このやつまるまるでやりますとか言って誘導してバンされた人ってあんまりいないと思うんだけど、さっきから街の人の顔を映すのは盗撮やろうって書いてるけど、お前ももうちょっと法律勉強しろな、これが室内だったら盗撮だけど、外で場合、外でしかもあのいやらしいの、俺がねパンツとかね、あのスカートの中身とか、あの浴衣の隙間から見えるブラチラとか盗撮したらそれはねアウチだけど、
こうやって歩いてて人の顔がね映っちゃうのは、あの公共物と一緒の扱いになるってことを昔ね青山弁護士が言ってたんで、あなたはねもっと法律を勉強してくださいね。法律のプロがいるから間違いないです。じゃあね、ちょっと一旦ちょっとここで僕はカサシス君にバトンタッチするんでよろしくお願いします。じゃあ一旦ちょっとね、あの別でちょっと試してみます。別で試します。一旦失礼いたします。